間違えた。何を間違えたの。まだ年末です。こんにちは、ライトコット、ライトデッチです。今日はですね、2022年最後の動画です。おー、ついにもう最後か。というわけで、今年1年のライト鉄道チャンネルの動画を振り返って、まあ、あれやこれや思い出を語っていこうっていうのが今日の企画です。というわけで、今年1年間に公開した僕らが出演している動画はこれです。今年は全部で32本。あー、ちょっと少ないね。いやいや、でも頑張ったと思うよ今年。いや、あの2週にわたってやってるやつもね、当然あるからね。で、この32本の動画の中から、まあ、気になったものを振り返っていこうと。今回あれだね、乗り通しがめっちゃ少ないね。そう、去年は乗り通し多かったんだけどね、今年は乗り通しは少なくて、どっちかというとゲーム企画だったり、どこどこ行ってみようみたいなのが多いね。そっちの方が見てくれるんだよね、みんな。ああ、そうかね。これ振り返ってみて、今年一番こう思い出に残ってる動画とかある？なんだろうね。いや、やっぱり一番最初のさ、初夢の動画は辛かったね。そりゃそうだわ。うわー、マジかー。都内の3つのどれかにしてほしい。お願いします。はい、いけ。都内の3つの高根公団。高根公団の夢は縁起のいい夢です。はい、いやー、これで2022年もいい年になるわ。辛い、やっぱり嬉しい。裸島だったら真っ暗だって言ったら、高根公団でも十分真っ暗。本当だよ。山梨県から千葉県まで移動するってさ、あんなに大変なんだと思わなかったよ。うん、だって東京横断してるからね。あれもさ、1個目にこう1個目2個目と都内でポンポンってさ行ければ全然問題なかったのにさ、うん、なんで山梨県、その次千葉県になるかな。でもあれなんだよね、高根公団ってうちらはさ、高のところで注目をしてさ動画を撮りに行ったけど、その後実際に神経性の公式では猫の方に注目をして、猫横断グッズを出したんだよね。今度また動物の駅シリーズの時には使えるね、この駅。つらかった企画はいっぱいあったよね、ほんと。純特急かな、まず。いやー、これなー。でもこれ純特急つらかったんだけど、動画にしたら面白かったね。千歳烏山。あ、特急は止まらない。本当だね。よし。ライトの方からお願いします。せーの、ドン。今日。ドン。今日。2が出たら、高尾仙台はサイコロマイナス2です。1か2は絶対ダメだよ。はい、せーの。頼む。って書いてある路上に。これ東京高専だね。なんでそんな3しか出ないの、おかしくない？なんでだろうね。その高畑不動より手前ではさ、すごいサイコロも良かったし、ミッションも順調にクリアしたのに、うん、あの今日を引いてからさ、全部もうひどいことになってんじゃん。おみくじはただまあおまじないかなって思うかもしれないけど、今日引いたら絶対悪いこと起きます。そう、意外とあれだね、小田急実験のやつ。あ、小田急実験ね。そうか、あの不正乗車しようとしたやつか。海老名に着きました。はい、じゃあ果たしてこの50円しか入ってないパスので外に出れるのか。はい、やってみましょう。はい、さあ果たしてどうか。ピンポン。おっ、あ、そうだ、危ないところだった。犯罪だよ、犯罪。もう小田急50円はね、その後も何度もお世話になって、それこそこの前のコミュニティバスの時も小田急乗ったし、うん、まあ、ありがたい話だよ ね、ちょっと言えないんだけど、小田急企画やろうと思ってるんだよね。あ、そうそう、新年一発目の動画企画、これちょっと小田急が関係してくる企画なので、これも楽しみにしていてください。はい、父も何も知らされずに行くやつ、うん、っていうのも結構あって、うん、
例えば あのこの写真どこでしょうの旅とか、ね、あれ全部写真ライトが用意してライトが進行して父は何にも知らないまま振り回されたっていうあの企画とか、逆を言うとさ、あの西武バスで名古屋にがこっちが連れてかされたんだよね。西武バスで名古屋はね、あれは個人的にはすごい面白かったけどね。行きたいところどこやってたっけ。名古屋町行きたいって言ってたでしょ、うん、城あるでしょ確かに名古屋に城ある。ここに行きたかったのあれでも名古屋城ではない、名古屋の城視聴者の皆さん、あのライトは本当に何も知らずにあ言ってますから、名古屋でどこに行きたいって言って名古屋城って言ってたまたまその名古屋のバス停の近くに城っていうバス停があったのも本当偶然偶然だよ今年1年振り返る上で欠かせないのはやっぱりコミュニティバスだよね。うん、今年はコミュニティバスを中心。あとさ、もう一つちょっと印象に残ったのがあコミュニティバス膨らまさないわまあいい、北海道の企画だ。あ、そう、今年北海道ね、冬と夏と2回行って全部で5本作ったのかな、うん、あ、意外と多かったね。どれが覚えてる？特にワンマン電車のやつかな。あ、千歳線で一両編成に乗るやつ、うん、僕ね、本当は別形式の車両に乗りたかったんで。北海道では主役って聞いたんだけど、あの車両違ったね。あ、機動車の別形式ってこと？うん、方向幕じゃなくてこうさ、行き先の板を刺すやつ。あ、はいはいはい。だから手書きは見れなかった、ね、あ、そうね、あの手書きはなかなか衝撃だったね、うんあ、そう、今年ビンゴ関係も結構やったね。ビンゴ関係結構っていうか2回ぐらいしかやってない気が。あ、そうだね。これ書いてない、ひょっとして。あれ忘れてた。駅ナンバリングビンゴが書いてない。駅ナンバあれ？あれ駅ナンバリングビンゴ書いてないじゃん。あれ結構再生回数いただいてうちら喜んでたのに33個だった。失礼しました、はい、鉄道に関してのいろんなことがあったよね。あ、そうだね、うん、鉄道に関してね、うん、150周年、うん、他にもいろいろあるじゃん。まあ何周年ってのは今年多かったね。うん、例えで言うと東北新幹線なし、東北新幹線が40周年とか、うん、うん、なんかそれ語りたいまあそんなのもいろいろあったねって。語らないのかよ。うん、もうエンディングいっていいですか。はい、 OK です。というわけで、2022年のライト鉄道チャンネルはこれでおしまいです。はい、皆さんは黒い山手線乗りましたが、僕は乗りましたよ。自慢1年間見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。で、2023年、はい、また今年も元旦に動画上げます。はい、今年じゃない、来年ね。来年ね来年もあげます、はい、今年はね、あの初夢が見たいっていう動画だったけど、来年は何だろうね。さっきちょっとヒント言っちゃったけどね、まあ小田急に関係する動画っていうことなんですね、はい、まあ当然ロケしてきましたので、はい、ぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、というわけで今日の動画はこれでおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。良いお年を。